十分幸せだろ。なんで両方食べたんだ。知るかよ。だがかっこいいおもちゃが山ほどあるはずだ。やめとけ。ウェインのビルは侵入不可能だ。あいつは警備マニアだよ。ウェインのものを狙った知り合いは全員ズバラズバラにハマっちまったよ。何を隠してるんだ。知るもんか。奴は億万長者だ。金持ちなんかイカれた奴ばっかりさ。今頃スーパーモデルとパーティーでもしてるんだろ。ハッチには内側から鍵がかかってる。制御パネルが見つかれば遠隔ハッキング装置でセキュリティを回避できるだろう。兵士たちは無人ドローンを使っている。ドローンを操作している兵士からセキュリティコードをダウンロードしよう。ほぼ完璧だ。よく見ろ。ライトが白くつけば安全だ。こいつはお前らを味方と認識している。攻撃されることはない。ただこっちの赤いライトはお前らがターゲットだ。そうなったらどうする。軌道から直ちに離れろ。コードは手に入れた。次はドローンを奴らに向けよう。電子ロックがかかっている。コントロールパネルを見つければ遠隔ハッキング装置で解除できる。アーカムナイトとスキャークローの軍隊が全員殺していったようだ。何かの理由でそこを通ったのでしょう。ヤツらの企みは。まずバーバラの安全を確保してからヤツらの相手をする。しかしご主人様、今がチャンスです。スキャークローを捕まえてこの街を救う、それはミス・ゴードンの望みでもあるでしょう。もう誰も失わせない。飛行船の安定性制御システムで回転を制御しよう。だがこのハッキング装置は制御端末から一定の範囲でしか使えない。
前と戦うのを心待ちにしている。スタッグが兵士に捕まった。あの様子では長くは持たない。助けなければ。ファイルはどこだ？お前なんかに言うものか。そんなに指を切り落としてほしいか。俺は構わん。お前が発情するまで試してよ。頼むよ。俺たちが探せばファイルは見つかるに決まってるだろう。長くかかるほど、お前はもっと痛い目に遭う。ファイルは渡さん、俺のものだ。違うな、お前のファイルだったが、すぐにスケアクロウのものとなり、お前は死ぬ。自分の体のどの部分を埋められたい？おい、スタッグを痛めつけろ。ファイルをどこに隠したか、吐かせるんだ。はい。ありがとう。殺されるところだったよ。なぜだ？何をした？何も。あいつらが乗り込んできて撃ち始めたんだ。奴らはシリンダーを集めてる。ニンバス発電機。とても自然に優しい電力セル技術さ。スケアクロウは？二番目の飛行船だ。誰かを連れてたか？ああ、バーバラ・ゴードンのことか。俺たち二人ともあの子は死んでるって感づいてるよね。Thank you.
スタークとスケアクローは2隻目の飛行船だ。概略図を分析したところ自動砲塔で防衛されているようです。ご乗船中の船の後方研究所内にセキュリティターミナルがあります。そこで砲塔を停止させることができます。